峠バトル、スピリッツ MRS VS アシスト M3。 1本目は M3 が先行。420馬力のパワーで M3 が MRS を置き去りに。しかしコーナー一つで MRS がその差を取り返した。コーナー余裕できてんな。ここあんだ、ベタ付け。後ろ計測区間のヘアピンまでは大型の予想通りの展開。この後の高速セクションはどうか。ノブのアクセルとともに MRS が離される。MRS が詰める。スピリッツ MRS の勝ち。2本目は MRS が先行。加速でぴったりとマークする M3。だけどここからの旋回性能がまさに水すましのごとく MRS が逃げていく。ヘアピンでの差は1秒半。 M3 は詰められるのか。ヘアピン後の左90度を異次元の速さでクリア。リードによった MRS は86どころか M3 までもマメにしてしまう。ピリッツ MRS の完全勝利。ピリッツ MRS 420馬力の M3 を破り本戦に進出。